メルビン・イングラム3世はアメリカ合衆国ノースカロライナ州ハムレット出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のピッツバーグスティーラーズに所属している。ポジションはディフェンシブエンドとラインバッカー。ノースカロライナ州リッチモンド郡の高校ではラインバッカーとしてプレーし3年時に87タックル2.5サックを挙げた。大学入学前に ライバルズ .com からは4つ星、全米で21番目のアウトサイドラインバッカーと評価された。サウスカロライナ大学に進学し、スティーブ・スパリアーの下で2008年から2011年までプレーした。3年時の2010年にはチームトップの9サックを挙げた。4年時の2011年にはディフェンシブエンドとして10サック、15ロスタックルにインターセプトを挙げた。 9月10日のジョージア大学戦では、フェイクパントからの68ヤードの TD を含むに TD を上げるなど、この年 3TD を上げた。彼の活躍もあり、この年、チームディフェンスは全米4位となり、彼はサウスイースタンカンファレンスのファーストチーム及びオールアメリカンファーストチームに選ばれた。2012年1月のシニアボールにも出場した。 ドラフト前のスカウティングコンバインでは40ヤード走で4秒79を出し、ポジション別ドリルでも素晴らしい動きを見せて評価を上げた。2012年の NFL ドラフトではその年のパスラッシャー候補の中でも優れた選手の一人とみなされトップ10で指名される可能性も取り沙汰された。一順全体18位でサンディーゴチャージャーズに指名された。 プレシーズンゲーム第1週のグリーンベイパッカーズ戦ではハーブテイラーを圧倒した。この年全16試合に出場し2試合で先発41タックル2サックを挙げた。2013年5月14日のチーム合同練習で左膝の ACL を損傷した。怪我から6ヶ月後の11月20日にチーム練習に参加。 負傷から208日後の12月8日のニューヨークジャイアンツ戦で復帰した。第16週のオークランドレーダーズ戦では1サック、1ファンブルフォースで勝利に貢献した。ワイルドカードプレイオフのシンシナティベンガルズ戦では相手 QB、アンディ・ダルトンにプレッシャーを与え続け、第4級にはインターセプトを奪った。二千十四年は、デ部の負傷から試合の先発出場で タックル4.0サックにファンブルフォースでシーズンを終えた。2015年4月7日、チャージャーズが5年契約のオプションを行使した。2017年2月27日、チャージャーズからフランチャイズタグを行使された。同年6月11日、4年6600万ドルでチャージャーズと契約を結んだ。第3週のカンザスシティチーフス戦で3サックを上げるなど、 9月に5.5サックを挙げた彼は AFC の月間最優秀守備選手に選ばれた。この年中、5サック56タックルを挙げた彼は上位ボサの大役でプロボールに選ばれた。NFL トップ100プレイヤーズオブ2018の76位に評価された。2018年シーズン開幕前、 彼はチャージャーズが第53回スーパーボールを制覇する準備ができたと述べた。チームはディビジョナルプレイオフでニューイングランドペートリオッツに28から41で敗れスーパーボール出場は果たせなかった。2019年6月17日にも同様にチャージャーズが AFC 西地区で優勝するだけでなく第54回スーパーボールで勝つと述べたが チームは5勝11敗に終わった。2020年は怪我の影響もあり、7試合の出場に止まり、キャリアで初めてサックを挙げられなかった。2021年7月20日に、ピッツバーグスティーラーズと1年契約を結んだ、アウトサイドラインバッカーとディフェンシブエンドの両方をこなせるハイブリッドな選手と見られている。ドラフト直前に、レンバーブロンコスのボンミラーから自分より、 サイズもあり、インサイドアウトサイドのラインバッカー、ディフェンシブエンドのどのポジションでも活躍するだろうと予想された。2014年12月、エリック・ガーナー窒息死事件の大陪審に対する抗議で、アイキャン、ティーブリーズと書かれた T シャツを着る運動に、レジー・ブッシュ、レブロン・ジェームズ、デリック・ローズらと参加した。レギュラーシーズン、ありがとうございます。